ベニート・カンタピーはアメリカ合衆国のプロレスラー。カリフォルニア州サンディエゴ出身。ーボーイのリングネームで有名。クリストファー・ダニエルズを含む様々なレスラーの下でトレーニングを積み、2000年にアプエでデビュー。アプエではベニー・チョンのリングネームを使い、ファンキー・ビリー・キムとのマニーラ・スリラーズというタッグでも活動をしていた。2003年までに さらに活動の場所を増やし、レボリューションプロレスリング、エピックプロレスリング、ゴールデンステートチャンピオンシップレスリングといった団体にも参戦、ユナイテッド・インディペンデント・レスリング・アライアンスでは、ウイはクルーザー級王座を獲得している。2003年後半になると、南カリフォルニアを拠点にしつつ、CZW、PWG、ジャッポにも活動の場を増やしている。7月には、 ワールドパワーレスリングに参戦。8月には、オールプロレスリングで、ジェームズ・チョイからアップワールドワイドインターネット王座を、奪っている。その6日後にメジャーリーグレスリングに参戦、野沢と組み試合をしている。2004年1月に、ドイツの WXW に参戦している。6月に、JCWJ カップトーナメントに出場、決勝まで残るが、スーパードラゴンに敗れている。 その翌月には、ローに、初参戦している。8月にワールドパワーレスリングのトーナメントに、出場して、優勝をしている。2005年に入ると、スーパードラゴンとチーム PWG を結成、力のタッグトーナメントに出場。1回戦を突破するが2回戦で、チーム、大阪プロレスに敗れている。その後ローに戻り、2月には、ケビンスティーンとのシングルマッチ。 3月には6、ウェイマッチを経験している。6月に、プロペインプロレスリングデラッカスと対戦。10月に、再びローに戻りコルトカバナと対戦している。マスクを着用して入場。CZW に登場すると、メシア、バックシートボーイズのハイ、V というユニットに加入。4月には、CZW アリーナで開催した、ベストオブザベスト3に出場し、リルチョロ。 J ブリスコ、サンジェーダットを破って優勝している。7月にハイブイは,い、は CZW オーナーのジョン・ザンディングを攻撃した影響でしばらく出場できなくなってしまう。10月に復帰してホミサイドと対戦している。その後も参戦を続け2003年から2004年の間に何度もタイトルに挑戦するも失敗に終わっていた。加えて2004年10月に開催された ベストオブザベスト4-2に連覇を望んで挑むも2回戦で、ロデリックストロングに負けてしまい、CZW から一時的に離脱をしている。12月に復帰すると同時にエクストリムストロング、スタイルトーナメントに出場。ダンマフを破って優勝、CZW アイアンマン王座を獲得し、同日夜の工業で、タイトルホルダーのクリスヒーローに挑戦して、タイトルを獲得している。一度は、 防衛に成功するが2005年2月にフランキーザ・モブスターに敗れタイトルを失っている。4月にラッカスの持つ CZW 世界ヘビー級王座に挑戦できるトーナメントに出場。決勝まで残るがマイククアンケンブッシュに敗れてしまった。8月に敗者追放マッチに敗れるが9月のクリス・キャッシュのメモリアル賞で復帰している。以降 CZW への参戦が 散発的になることが多くなった。2006年のクリス・キャッシュのメモリアル賞で、ルフィストの持つアイロンマン王座に挑戦をしている。2007年7月のベスト・オブ・ザ・ベスト7で、チーチ、リコシェ、ブランドン・トーマセリ、ジグソーを破り、決勝まで残るがジョーカーに敗れ準優勝で終えている。2010年1月に、久しぶりに登場するとともにドレーク・ヤンガーを破り、 CZW 世界ヘビー級王座を獲得するが、2週間後に、ジョン・モクスリーに敗れタイトルから陥落。2003年11月にインディペンデントレスリング、アソシエーションミッドサウスの2003テッド・ペティ、インビテ・シャネルに参加。JC ・ベイリー、ナイジェル・マッキネスを破るが、クリス・ヒーローに敗れている。2004年4月に再び参戦して、アージ・スタイルズと試合をしている。 翌日の夜の興行に参加3番勝負でクリスヒーローに勝利をしている。2004年はその後も参戦を続け CM パンク、PT ウィリアムズ、アレックスシェリーといったレスラーと対戦をしている。2005年に入ると一時離脱を挟み、4月に復帰するがサルトーマセリと TLC マッチで試合を最後に離脱をしている。2006年9月に開催された テッドペティインビテシャネルに参加するため久しぶりに参戦するが以降は参戦が単発的になり同年12月と翌年の7月に顔見せ程度に登場するにとどまっている2008年11月2004年5月にトレントアシッドを相手にデビュー9月に再び参戦してローキーと対戦をしている次に参戦したのは翌2005年1月にホミサイドとのタッグ ストロングスタイルサングスで出場。クリストファーストリートコネクションから、ジャポタックチーム王座をダッシュしている。2ヶ月タイトルを保持するが、テディハートとジャック・エヴァンスのタックに、スチールケージマッチに敗れタイトルを落としている。その後は、フルタイムではなく、単発的な参戦をするようになり、7月には、アズリアイルから、ジャポ、ライトヘビー級王座を獲得するも、タイトルは年内に奪われてしまう。 2007年12月のアルカディアとの引退試合まで単発参戦を続け、その後はケニー・オメガの持つジャポヘビー級王座に挑戦したり、2009年にバンビード・ジュニアの持つジャポニュージャージー州王座に挑戦したりする程度にとどまっている。2004年6月にサモア・ジョーを相手にデビュー。翌年からレギュラーで登場するようになり、11月まで参戦を続けていた。 11月の中旬には、デビー・リチャーズとスーパードラゴンの持つ、PWG 世界タッグ王座に挑戦をしている。シングルでは、クリス・セイビンや、エルジェネリコ、エクスカリバーと対戦をしている。2006年中盤になると、ヒューマントルネードと組んで、スコット・ロストとクリス・ボッシュの世界タッグ王座に挑戦したり、ジョー・イ・ライアンの持つ、PWG 世界ヘビー級王座に、 TLC 形式で挑戦をしている。10月には、スーパードラゴンとタッグを組みロストとボッシュから、タッグ王座をダッシュしている。クリス・ヒーローとクラウディオ・カスタニオリとの防衛戦に、成功するも、11月のオールスター・ウィーク・エンド・フォー、ナイト・ワンで、デイビーとロデリック・ストロングのタッグに敗れ王座を失うも、翌日のオールスター・ウィーク・エンド・フォー、ナイト・ツーで、現王者、前王者に加え、 アレックス・シェリー、クリス・セービンとヒーロー、カスタニオリの4ウェイマッチを制してタックオーザを奪還している。2回防衛に成功するが翌月にエル・ジェネリコとクイック・シルバーのタックに敗れタイトルを失っている。マスクを着用してリングネームをデリカドに変更して MTV のレスリング・ソサイティ X の2007年放映のファーストシーズンの収録に参加。初戦でアナー・キスト、 エリック・キャノンと対戦をするも DQ で終わっている。その後もタック戦やトリオ戦で試合をこなすも、レスリング・ソサイティ・ X の活動停止と共に参戦を、やめている。2009年11月に、インディアナ州インディアナポリスのインサニティプロレスリングの、ナインス・アニューウェル・スーパージュニア・ヘビーウェイトト・トーナメントに参戦。決勝まで進むが、ダスティン・レイズに敗れている。 2010年3月の A ニューエ g ジオブパニッシュ h m e で、久しぶりに参戦、リコシエと対戦をしている。2009年4月にソーカルプロレスリングの2周年、記念の興行に参加。5月には、キメラと試合。2010年10月に、キメラとソーカルクレイジーとのタッグで、バラードブラザーズとジョニーパラダイスと対戦して、勝利している。12月に、 エンジェル・サントスと試合をして以来一時的に活動をしなくなるが、2011年9月にキッド・カー・アメーバとのシングルで復帰をしている。11月にザ・ニュー・エイジ・パニッシャーを名乗るようになり、フロステッド・チップ・オーリアーズと組んで、アンカーズ・アウェイとジョーイ・ボーン・バローネとのタッグ戦で負け、12月のジョニー・パラダイスとのシングルでも負けている。2012年1月に、ロビン・ニック・ロビンと対戦。 2月に NWA 世界ヘビー級王座をかけて保持者のアダム・ピアースと対戦するが敗れている。4月にはプルポドラダ、ジミー・レイ・ウォーカーと組んでタックマッチに参加している。5月に J ・バローネ、ジョニー・パラダイスとのサンウェイをラストマッチに団体から離脱をしている。ありがとうございます。